クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。まあそんな感じでかなり勢い強いみたいですね。油断してたらですね、こんなになっちゃいました。成長が遅れてると思います。失敗したなぁ。どうもです、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。まずは孵化チェックから。今日孵化したのはこの子だけでしたね。これはね、マンディブラレス二股クワガタ、合計20頭目の孵化になりました。あとね、10個ほど卵残ってますが、随時孵化するでしょう。やった！ちっちゃなベイビー、かわいいですね。そうですね、今どんどん孵化してますけど、まあ虹色はですね、まあ変えても40頭ぐらい、マンディブラレスも変えてもまあ40頭が限界かなと。うん、できたら1種類につき30頭ぐらいで飼育したいなというイメージはあります。じゃないとね、この部屋パンクしちゃう。はい、まあそんな感じですね。ちなみに飼いきれない数孵化した時はどうするんだっていう話なんですけど、そこはね、基本的には割り切って販売してます。今日もね、マットとかね、菌糸とか1万円ぐらい購入したんですけど、まああの、とにかくね、飼育費お金かかるんでね、だからまあ少しでも飼育の費用を足せるように販売はね、できるだけ強化していきたいなと。それがまあ長く楽しむコツでもあるかなと、そういうふうに思ってますけどね。続いて紹介したいのはこちらです。こちら菌糸ブロックを壊して詰めたやつ、大平竹ですかね、クヌギと。これですね、あの3日前、これが昨日です。かなり違いが出てきましたね。なかなか面白い。まあ一説には世界で一番大きい生き物はキノコの菌糸だっていう話なので、まあ、この生き物というか、これどっからどこまでが答えなのかよくわかんないですけどね。はい。まあそんな感じでかなり勢い強いみたいですね。ちなみに虹色クワガタとネパレンシスの餌交換で使おうと思っております。やった！さあ、では今日の本題に入っていきましょう。今日はね、急遽なんですけど、この子たちの餌交換をすることにしました。油断してたらですね、こんなになっちゃいました。国産カブト並みにね、むちゃくちゃ食べております。これ種類はね、こちらなんですよ。はい、ということで、マルガリータヒナカブトですね。ブラジルのヒナカブトです。どうしようかな。今期でとりあえず、マルガリータはね、もうあの、かなりあの、うまく繁殖できるようになったので、やめようかなとか思っちゃったりもしてる奴らですよ。本当はね、僕3ヶ月ごとに餌交換するんで、2月入ってからの餌交換の予定だったんですが、こんな感じです。1月なのにね、ということでね、もう餌交換しちゃいましょうということで、土日にね、マット詰めてますので、全部で30頭ぐらい残してるんですけど、これをね、やっていきたいと思います。すげえ大変だと思うんですけど、とりあえず、もう、あの、要所要所だけ撮影していこうかなと。ではね、今日も頑張って餌交換していきましょう。国産株とかよ、お前たち。3ヶ月経たずにこれですからね。もうほんと、ついこの間までね、これぐらいあったんですけどね。あっという間に減っちゃった。まあ、幼虫体重が大きくなるにつれてね、こんな感じになっちゃいますので。で、もうこれが最後の餌交換になります。もう、この状態ですから、バサッと出しちゃいましょう。うわ、うんこ。出たー！国産カブト並みの繁殖力。ものすごいですね。マルガリータ。日本中で増えまくってますからね。はい、体重測っていきたいなと思います。マルガリータはですね、ちょっと、性格凶暴なんですよ。うん、噛もうとしてくるんですね。カブトムシなのにね。はい、16.8 ですね。なんか体重 16.9 に増えましたね。なんでだ？もうささっと入れちゃいましょう。はい、この計量スプーン本当に便利でございます。こうやってね、ポインって入れるだけなんでね、ポインって。で、ちょっと自分がいたマット、うんこだけど、かけてあげてと。ね、ちょっとうんこが混じっちゃうけど。そして、締めます。
はい、こんな感じ。スピーディーに行きたいなと。二投目行きましょう。バサッと出すだけ。おお、出た出た。いきます。はい。16.7。いまいちオスメスがわかんねえんだ、こいつらはな。まあ、5頭ぐらいはね、普通に取ろうかな。あとはもうほんと、でかい幼虫とか出た時だけ、取りたいかなと。ポイッと。まあ、簡単ですね。あ、しまった、マット全部捨てちゃった。まあ、多分、大丈夫だと思うけど。ごめん、マット捨てちゃったよ。3頭目です。めちゃくちゃ減ってます。ほら、すげえ。すげえ食欲。でもなんかちっちゃいよな。そんなに食っててこのサイズか。なかなか激しく動きますね。結構さっきも言ったんですけど、マルガリータ凶暴です。噛もうとしてくる。ね。ちょっとね、慎重にやらないとね、噛まれちゃいますよ。マルガリータといえば、ヒナカブト系の幼虫詐欺でよく使われましたね。本当に、この子に罪はないんですけど、もう詐欺するやつはね、ほんと、撲滅したらいいと思う。10.3 でございます。この子は思ったより小さかったですね。こんなに食べてるのに。これはメスかな？大きいメスもいるんでね、マルガリータよくわかりません、正直。オスメスが。まあ、別にボトル変わるわけじゃないし、オスメス判断する必要もないかなと思いますが、ちょっと自分のうんこちゃん入れたら安心するでしょう。はい。3投目かな？ 4 投目。これもかなり食ってます。ほんとすげえスピード。2ヶ月で、2ヶ月半ぐらいかな？こんなもんだからね。お、20はなさそうですね。ほんと便利なスプーン系の測り。ああ、15ぐらいかな。はい。13だね。まあ、幼虫の餌交換の動画は地味ですけど、大事な作業には違いないので、はい。怠らないようにね、しないといけないですよね。はい。いや、この子はでも早いわ。早すぎなくらい早いと思う。はい。よし、3投目。あ、これ4投目か。4投目まで終わりました。まあまあのスピードっすね。これもなかなかすごいですね。ヒナカブトの入門種はと聞かれると、やはりマルガリータかなと。他に比べるとかなり簡単です。繁殖力も強いしね。はい。自信になると思う。まあ言っても僕もね、結構ヒナカブト泣かされてるんでね。ただ、マルガリータだけはね、そんなに困ったことはない。はい。15.1 か。ちなみに幼虫体重はね、大きくてもまあ 20g ちょいぐらいでしょうかね。うん。それぐらいの大きさなんで800ボトルで十分いけます。おーっと、幼虫ちゃん脱走しようとしている。なかなかいいじゃないか。ね。眉玉作るタイプのやつなんでね、心配であればまあ1300とか1400とか1500ぐらいのボトルでもいいかなと思いますけど、まあ一応800でね、羽化までは今まで行ってますので、まあ大丈夫なのかなというね、そういう気はしますけどね。よし、これで5頭餌交換終わりですね。はい、ここからはね、ちょっとでかかったやつとか、あと、なんか、餌が減ってない怪しいやつあるんで、その辺中心で撮影していこうと思います。出ました、18.5g。今のところこれが一番大きいかもしれない。ケツがプリプリですね。プリプリですよ。別の意味で心配なやつが出てきた。ちっちゃい。サイズは 9.5g。小せえ。元気いっぱいですけど、小さいですね。もりもり食べて大きくなってくれるんだろうか。
今季は栄養価高い餌に変更なので、これでこの小ささ、ちょっと心配ですけどね。あらら、もっとちっちゃいの出てきた。サイズは 9.0 です。まだちっちゃい。はい、マット交換した時はね、結構加水してたはずなんですけど、かなりマット乾燥してるんで、これ多分エアコンの位置の影響かな？もろに影響を受ける場所なのでね、ちょっと失敗したかなという気がします。あららら、さらにちっちゃいの出てきた。これ8グラム台だろ。めっちゃ元気ですけどね。やっぱりこう、マットの乾燥具合で成長が遅れてると思います。失敗したなぁ。体重測ってみましょう。はい。おぉ、軽い。8.5。軽、ちっちゃ。さあ、水分多めのマットで、でかくなってもらいましょう。23頭餌交換しました。24頭目なんですが、これ最後にしようと思います。あとの子たちはね、あと1ヶ月ぐらい先でしたね、餌交換。で、これがね、怪しい。全然食った形跡がないので、これはもうちょっとね、ダメだと思います。ダメっぽい。出しましょう。そうですね。これは詰めた時よりも乾燥はしてますが、他のやつに比べたら全然まだ湿気てるので、やっぱ食べずに死んじゃった感じですかね。残念です。お疲れ様です。これだけ餌交換を行いました。落ちてたのは糸だけでしたね。なぜこの子たちが乾燥したか。エアコンの風がちょうど当たる場所にいたんですね。それで非常に乾燥した。ちょっと気をつけないといけないですね。はい、今日はこれでお別れです。またよかったらね、コメントで感想を教えてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。